ですけども、皆さんがもしバレンタインで例えば、まあ、チョコレートだったりとか、いろんなものを渡された時にどんなリアクション、どんな言葉をお返ししますか。そう、例えばじゃあゆういち君、ゆういち君が気になる、めちゃめちゃ難しくなる、女の子がやるよね。あ、いや待って、それ染谷さん俺本当にドキドキしちゃう。スイート染谷ライフだから、ね、はい、その辺さったんですけど、ごめんゆういち君お待たせ。待ったよ。ごめんね、今日何の日か分かる？今日バレンタインなの。あ、そうか。バレンタインか。これゆういちくん。ちょっと何よあんた。何よあなた。私が呼び出したのよ。え、私が呼び出したの。私よ。私が呼び出したの。どうする。じゃあどうする、どうする。痛い。またマイク事故。止めて。おい、ゆういち。やめろよ。どうなんだよ。何なんだよ。頑張って。ゆういちくん頑張って。ここは。お前ら何なんだよ。どうしたんだよ。今日バレンタインだけど何なんだよ。チョコを渡したくて。え、今までガツガツしたの、好きにちっちゃい声ちっちゃくなる。これ受け取ってほしいんだけど。え、染子まで。あっ、ゆうちゃん。えっ、あっ、投げた。両方俺は染子が好きだ。ごめんな、はい、バイバイ。じゃんじゃん。はい、ありがとうございます。どうして、ありがとうございます。皆様拍手をお願いします。さすがだね。なんかここまでのこと俺全然望んでなかったんだけど、せいや入ってくると思わないと思う。面白いの見つけたと思って。監督どうですか、今の芝居見て。まあいい茶番ですね。私はいいんだ。ね、はい、届いてますよ多分。何か一言言おう、ゆういち君の方から、皆様に熱いメッセージを。はい、はい、わかりました。お願いします。熱いのですよ。ハードル上げないで。本当に、皆様、平日の夜に、お忙しい中来ていただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。この発行期 SSL シリーズ、ドラマ、舞台へときまして、2月6日にようやく、劇場版発行期 SSL の公開となります。まあ、本当にあの学園ユーズの女子生徒千鶴をめぐってドラマや舞台でもキュンキュンやドキドキシーンがあったのですが、劇場版ではかなり、そのドキドキキュンキュンレベルが上がっております。なので今日はそれを楽しんで帰っていただきたいなと思います。そして、今日見ていただいた皆様は2月6日に先立ちまして、今日見た良い感想を SNS 等で SNS Twitter などにつぶやいていただけたらと、はい、思います。皆様、2月6日から公開となります。発行期 SSL よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ではこの後皆様には見ていただくということで、今日こちらでお話しいただいたこと、頭の中で あれってこんなことなのかなとかっていうのを想像しながら皆さんに楽しんでいただければと思いますので、今日はご足労の方本当にありがとうございました。あの茶番で時間使いすぎない。嘘だけどありがとうございます、盛り上がって。でも本当みんなか、みんなキャストのみんながすごく熱持ってやってくれて、いい表情だったり、コミカルな部分は本当コミカルに、でちょっとその熱っぽいとかはちゃんと熱っぽく、その表情をとにかく見てほしいです。みんなのすごくいい表情してるんで、そこも含めてちょっと、まあ短い時間だと思いますが、楽しんでいってください。お願いします。はい、ありがとうございました。
はい、では、これでゲストの皆様には、退場していただくという形になります。本日はどうもありがとうございました。出演者の皆様、そして、監督でございました。皆様盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。